開発計画図、ゾイデル海開発とは、オランダのゾイデル海をアフシュライト大工によって北海から遮り、高潮被害防止と干拓事業を目的とした20世紀に行われた大規模な土木開発計画である。1918年に定められたゾイデル海計画では、この開発の目的は次のようなものである。ゾイデル海を 国会から遮断する全長3 2トルのアフシュライトダイクを建設する工事が始まったのが1927年であり、この時にゾイデル海開発が本格的に始まった。大堤防は北ホラント州とフリースラント州の両端及び中間地点に作られた2カ所の人工島から埋め立てが開始された。ドイツから輸入した石材を海底から積み上げた。 使用された資材は、付近で容易に調達できる氷製粘土と砂、補強材としての玄武岩や植物繊維マットなどである。建設は、予想より順調に進んで1932年5月28日に、締め切り堤防が完成し、外目から隔離された、ゾイデル海は淡水化され愛せることになった。この堤防は、高さ7.8メートル、幅90メートル、 長さ約3 0トル。その後、2カ所の複合肛門及び堤防上の高速道路が建設され、1933年9月にアフシュライト大工に関するすべての工事が完了した。アフシュライト大工の建設と並行して最初の管宅地である北ホラント州のウィーリンゲルメール管宅地が1929年に、 全長1 8トルの堤防が締め切られて排水を開始し1930年8月に排水を完了している。次に行われたのはフレボランド州のフレボランド北東干拓地の干拓事業で1940年に全長5 5トルの堤防が締め切られ1942年9月に排水を完了している。最後に行われたのが フレボランド干拓地の干拓事業で、東干拓地と南干拓地の2工区に分けて、干拓された。フレボランド東干拓地は1956年に、全長 90km の堤防を締め切り、1957年6月に、排水を完了している。また、フレボランド南干拓地は1967年に、全長 70km の堤防を締め切り、 1968年に排水を完了している。5番目の干拓地として、マルケルメール干拓地が計画されていたが、2000年に計画が正式に破棄されたため、ゾイデル海開発は1986年に完全に完了したことになった。現在、完成した干拓地の土地利用目的は次のようになっている。干拓地の排水は、 造成時だけでなくその後も継続して行われており、複数の排水ポンプ場が干拓地に建設されている。これらのポンプ場はディーゼル機関方式のものと電気方式のものがあり、方式を変えているのは片方の方式のエネルギー供給等が止まった場合を考えてのフェール政府の思想によっている。長坂俊久社長。 オランダを知るための60小赤史書店2007年67から68ページ。ありがとうございます。